ラ・マルセエーズを初披露するルージェドリール大尉、クロード・ジョゼフ・ルージェドリールは、フランスの軍人、作曲家、作詞家、フランス国家、ラ・マルセエーズを、作詞作曲した。ジュラケンのロンイコールルイコールソで弁護士の息子に、生まれる。長次で、軍学校に入り士官教育を受け、公平将校として軍に入隊した。在学当時から音楽には、強い関心を抱いていたという。 1792年4月、フランスがオーストリア大公国に宣戦復刻をした。この時、ストラスブールのライン方面軍に配属されていた当時、大尉のリールのもとへ、ストラスブール市長が訪れ、方面軍の指揮工場のために更新化を作るよう依頼した。4月25日、リールは1日で曲を書き上げ、ライン軍のための軍歌と題し、翌4月26日、 市長と聴衆の前で披露した。感激した市長は早速楽譜を印刷し、方面軍司令官のニコラ・リクネール元帥にこの曲を検定した。後に、マルセイユの義勇軍がこの曲を採用し、パリ入場の際に歌っていったことから有名となり、ラ・マルセイエーズと題されて国家に制定された。1792年の8月10日事件後、立憲王政を支持していた。 ドリールは逮捕され投獄された。1794年のテルミドールのクーデター後に解放され、軍に復帰した。1796年、ドリールは軍を追放されロンイコールルイコールソに帰国。後に、ルイ・フィリップから別荘と年金を貸しされた。1836年、ドリールは76歳で亡くなった。ドリールの遺械は、昭和人イコールルイコールロア墓地に埋葬されたが、 第一次世界大戦中の1915年7月14日にホテルでザンバリッドに収められた。ありがとうございます。